中村良子福岡県生まれ新潟県出身。後に東京都に住む。身長161センチメートル、血液型は O 型。最終学歴は整形大学。高校生時代は同じ高校のお笑い同好会の同級生とコンビ、春人を結成して活動。春人解散ごっピンで活動。大学生時代の2006年2月に、 伊勢久野とアンイーブンを結成。同年10月に2人で、渡辺コメディスクールに5期生として入学。2009年4月29日まで、アンイーブンのメンバーとして活動。アンイーブン解散後からパルフェ結成までは再びピンで、活動。岩間良い子名古屋市出身。ナム大学中退。大学生時代、着信5例。 携帯大喜利で最優秀作品賞を受賞。二人目の、伝道、大喜利がとーなる。大学を二年で中退、芸人を目指して上京し、渡辺コメディスクールに後期生として入学。同スクール卒業後、渡辺エンターテインメントに所属し、ピン芸人として活動。2009年2月から、男女コンビ、ダイナマイトキャッツのメンバーとして活動、ボケ役を担当。 2009年8月にダイナマイトキャッツ解散。アンイーブン解散後ピン芸人として活動していた中村良子とダイナマイトキャッツ解散後間もなかった岩迷い子の渡辺コメディスクールご帰生出身の二人により2009年8月ゴロ結成。パルフェとしての初ライブ出演は同年9月1日のライブガールズガーデンフェスティバル2009だった。アンイーブン解散。 ダイナマイトキャッツ結成とそれぞれ活動名義が、変わってからは一度渡辺エンターテインメント所属を、外れて、フリー扱いとなっているが、渡辺エンターテインメントのオーディションライブ、STEP、STEP、STEP などに出演して、再所属を目指していた。R-1 グランプリ2010では、岩間は準決勝まで、中村は3回戦までそれぞれ進出。 2010年1月から、めっちん、すっとん、ン、ょ都の3組でのトークライブを、東京都中野区の Y、S パパで行っていた。2011年1月26日のミスアルプストークライブサバオリを最後に解散を発表。コンビでのネタは主にコントで、子供、スーパーヒロイン、魔女など様々なキャラクターに扮してぬものなどがある。その他、アンイーブン出演。 岩迷い子出演番組の各説も参照。ありがとうございます。